ステファン・ポッシュは、オーストリア・シュタヤーマルク州ユーデンブルク出身のプロサッカー選手。ドイツ分ですリーガの TSG1899、ホッフェンハイムに所属している。ポジションは DF。メディアによっては、ステファン・ポッシュと表記されることもある。グラーツァー AK や SK シュトゥルム・グラーツなどのユースチームを渡り歩いた後、2011年に FC。 アドミラ・バッカー・メイドリングのユースチームに入団。2014年にアマチュアリーグでデビューし、2014から15シーズンは B チームで28試合4得点を記録した。2015年、ドイツに渡り TSG1899、ホッフェンハイムと契約。2015から16シーズンは U-19 リーグでプレーし、2016から17シーズンは B チームでプレー。 2017年6月16日にプロ契約を締結しトップチームに昇格9月28日の UEFA ヨーロッパリーグの PF シールドゴレツラズグラド戦でプロ初出場翌2018から19シーズンは最終ラインに定着し2018年12月7日に2022年までの契約に合意した2012年から各世代のオーストリア代表に 招集され、2019年3月に UEFA ユーロ2024戦のフル代表のメンバーに招集された。2019年6月10日、UEFA ユーロ2024戦の北、マケドニア代表戦で代表初出場。ありがとうございます。